二軍監督の水本克己です。今週も選手たちに応援よろしくお願いします。若鯉情報ゆうは情報通。山下さんのせいで二軍情報が2分6秒しかないっていう時代ですよ。山下もう喜ぶんで山君の箱根やめましょう。二軍行きましょう。すいません、まず野間選手。お野間選手。そうか野間選手、実戦復帰しました。おし、はい、まず先週紅白戦出ましてですね、盗塁決めたらしいですよ。じゃあ足はもう大丈夫、足大丈夫、よっしゃ。本人もこう左足首7月21日の試合中に痛めたんですけど、はい、もうこっちの方は問題ない、問題ない、うん、でその後こう土曜日曜と試合出てるんですけども、金土の段階ではノーヒットに終わったんですが、はい、まあやっぱこう危機感持ってやっていきたいと。うん、じゃあやっぱね、外野手もすごいじゃないですか今。いやそうですよ、ね、いやだからもうね、確かに本当すぐねパッとこう上がれるかどうか分かりませんけども、はい、ね、上がったらぜひ活躍してほしい。そうなんですね、うん、で土曜日福井投手が好投したということで、おお、はいはいはい、はい、私時間の関係で1回と2回しか見なかったんですけれども、うん、あのストライク先行してるし、いい球来てるし、これもう一回チャンスあるんじゃないですか。いやこれあると思います ね、 ねあると思います。ありますあります、だから野間選手まず復帰近いんじゃないかなと。なるほど。まあまあ自分も二軍の中でもう一回危機感持って結果残さないといけないと言ってましたけれども、うんうん、とはいえ盗塁決めたりとかして足も戻ってきてますし、うん、難しいフライなんかも結構ね簡単そうに取ってるんです。やっぱ早いです。素晴らしいね、落下点までが一軍レベルだ。早期に戻ってくるんじゃないかなと、はい、いうところと、福井投手。福井投手。先発で好投しましたんで、うん、もうワンチャンス。こちらもあるんじゃないかなと。いや、楽しみですね。ぜひ、本当に力になってほしい。そうですね。はい、本当、あと赤松選手の情報とか話したかったんですけれども、はい、山下のせいで、あっ、おいおいおい、間違いない。来週に持ち越したいと思います。うわー、山下の足は来週も聞きたくないですからね。来週やめていきましょう。やめましょう。以上、今週の二軍情報、すいませんでした。地獄耳。この時間はカープを取材する記者に電話をつないで最新情報を聞こうということなんですけど、はい、最新ですよ。この方多分ですけど、はい、今朝相当早い新幹線で、はい、横浜から帰ってきたばっかりのはずなんです。うわ、はい、もうこの人って準レギュラーの方です。準レギュラーの方です。情報は新鮮だけど疲れてるというですね、はい、ああ疲れてんのか。おなじみ前原淳さんとつながっています。前原さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。やっぱ恒例の朝早い電車で帰ってきたんですか。ああそうですね、はい、なんで夜遅いのに朝早く帰ってくるのか、朝早いのになんで夜夜更かしするのかっていうのを聞きたいんですけど、はい、あの朝早いのは人が少ないからですね。はあ、はあ、はあ、はい。じゃあ夜早く寝ればいいんじゃないですか。はい。いや、やっぱりあのちゃんと仕事終わりの一杯は飲まないと足の活力なんで。なんかね、なんかね、昨日の夜一人で飲んでたっぽいんですよ。あの前原さんが？あの前原さんが一人で？そうですね、一人で、はい、あの中華料理食べてます。中華料理。はい、仕事終わってそれを、いや今日もいい仕事できたなっていう感じでこう噛み締めながら飲んでたんですか。いえ、日々反省ですね。日々反省、日々勉強です。ああ、で翌日の昼、いや痩せなきゃいけませんねっつってまた反省してるっていうですね。はい、そうですね、また太ったなって言われる。はい、そんな前原さん、はい、まずすごいのはこのところフランソワなんですけど、うん、えらいことになってますね。そうですね、フランスはですね、フランスは。発音難しい。フランスは、はい、はい、はい、フランスは、はい、すごいです。はい、もうスーパーピッチャーに溶かしてますね。スーパーピッチャー、はい、どういったところがやっぱりその惹かれます。まあ、やっぱりまっすぐですよね。まっすぐと分かってバッターが打てないっていうような感じを受けるので、うん、筒香選手の空振りなんかもおそらく、まあ、うん、もちろんスライダーは頭にあってもまっすぐだと思って振って空振りしてるので、うん、やっぱりすごいなと。なるほど。確かに、はい、特に今、二軍では先発やってて、まあ、どちらかというとチェンジアップとまっすぐで、完璧に抑えてたらしいんですけど、はい、中継ぎになって短いイニングで腕を振ることによって、はい、まあ、チェンジアップよりも
スライダーの方が精度が良くなったことで、あのなんかスライダーがすごくいいみたいな、そのまっすぐの軌道でグッと曲がるので、へ、逆にバッターはあの多少高めのボール球でも、はい、スライダーで曲がるんじゃないかってちょっと手が出ちゃうみたいですね。ああ、そういうことなんですね。はい、しかしもともとファームでやってた時コントロールにちょっと難ありみたいな評価だったじゃないですか。はい、それよく勝ちパターンのここで使うっていうズバリ尾形監督の判断もすごかったですね。そうですね、もうあのやっぱり、経験と自信をつかんだ急成長をぐっとしましたね。本当に去年のバティスタ選手を見てるような急成長ぶりでしたね。はあ、やっぱり今ってカープって助っ人外国人選手が結構多いと思うんですけど、はい、その中でやっぱりドミニカの選手、はい、すごくうまい、はい、今活躍されてるじゃないですか。本当に育成から上がってすぐ支配下になってすぐ活躍できる。そうですね、はい、はい、これってなんかそういうなんかあるんですかね、練習方法だとかそういう。いやー、まあ本当になんて日本球界に馴染もうとして、うん、しっかり日本球界の、育成方針ので育ててる成長させて促してるようには感じますね。なるほど。あとは特別扱いをしないだとか、日本人選手と同じように走り込みだとか振り込みをやってるっていうのは見てますね。あとちょっと感じるのがクレートさんが忙しすぎるなって思うんですけど、はい、いやもうすごいですよ。もう一人二役三役やってますからね、はい、やっぱり見てても忙しそうやなっていう感じですか。いやいや、それはもうベンチでメヒア選手に代打行くメヒア選手にアドバイス送ってると思ってたら、はい、リリーフカーでマウンドに来るフランスの選手の横でファウルグラウンドを走ってベンチに戻ってくるクレート選手、クレート通訳がいらっしゃいますからね。なるほど、すごい、はい、そこはでもこれから本当ドミニカの選手どんどん増えてきたら足りなくなっちゃうじゃないですか通訳。いやいや、そこはもうスーパー通訳の、はい、クレートさんでも大丈夫。なるほど、はい、あともう一個ちょっと気になったのが、はい、菊池選手が1試合だけ8番になったじゃないですか、はいはい、あれはどう考えられます。まあ、そうですね、状態とか最近の内容で致し方ないのかなとは思うんですが、まあ、個人的にはやっぱり菊池選手はやっぱり2番が一番似合うと言いますか、うん、はい、2番が適しているというふうに自分は思うので、やっぱり2番で、つなぎの役割として、はい、まあ、しっかりと定着して本来のパフォーマンスができればより打線も回っていくのかなと思います、はあはあ、この8番に1回入ったことによって、はい、気分的に一瞬ちょっと楽になるというか、なんかそういうのもあったんですかね。そうですね、やっぱ菊池選手ってすごく考えて打席に入られてる、入るので、はい、例えばランナーが一塁にいたときに、もう自分が気持ちよく打つことではなくてランナーを進めることを考えて、バントがいいのか右打ちがいいのか、それ逆にそう思ってバッテリーを配球するから逆に強振した方がいいのかとか、やっぱりでベンチはどういう自分にどうしてもらいたいのかっていうことまで考えながら打席に入っているので、そういうことをまあ8番で、まあ、もう単純に打つことだけに集中できたというのは、まあ一つリフレッシュになったのかなと思います、ね。あ、そういうのがあったんですね。うん、さあ、前原さん、今週のカープなんですが、7、8、9、マツダスタジアム中日戦、はい、10、11、12、ジャイアンツ戦、こちらもマツダスタジアムということなんですが、はいはい、まずこう、先発ローテーションですね。はい、ここの部分、やっぱり一枠変わってくるんでしょうかね、日曜のところが。そうですね、今日、高橋光也投手が抹消されてるので、はい、まあここは誰かが入ってくるだろうと。うん、うん。そこは楽しみですね。誰が来るんだろうって本当にちょっとわからないぐらいなので、なるほど、はい、もしかしたら、はい、今年初先発するようなピッチャーが上がってくるかもしれないのかなというふうには思います、ね、楽しみですね、はい、そして私ファームで見てきたんですけど、野間選手も早そうですね、復帰が。そうですね、おそらく明日から合流するかと思います。早い、はい、やっぱり打線を組むときでも東出だけ一コーチとかはやっぱり野間がいたらすんなり決まるんだけどっていう風に言ってたんですけど、やっぱりそうやって、不在を感じさせるっていうことが
のままの成長じゃないかっていうふうにも言ってたので、やっぱりあの今必要とされてるっていうことは、あの今年の野間選手の成長を証かなというふうに思いますね。わかりました。最後に、はい、いよいよ前原さん、マジック点灯近づいてきましたけども、はい、マジックつくとやっぱりちょっとモード切り替わるんですか、現場も記者の人も、うん、そうですね、マジック、あの選手って意外とマジックつく理由とかどうやったら減るって知らないのであのちょっとメディアサイドとあのチームサイドであの温度差はあるんですけど、はい、マジックですね。そっか、温度差があるんだ。わかりました、はい、あのまた今度よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。はい、以上前原純さんにお話を聞きました。